LR チャンネルにようこそ。木曜日担当の坂内愛です。さあ、最近はですね、また自炊が増えてきました。おうちご飯が増えるとやっぱりお家でお料理をしたくなりますよね。ということで今回はですね、我が家で結構活躍している料理家電があるんですけど、それがねこちらなの。これヨーグルトメーカーなんです。これを使ってね、今日はちょっとチーズを作ってみたいと思うので、皆さんちょっと楽しみにしていてください。さあ、このヨーグルトメーカー、我が家に来たのはねもう何年前だ、5年前ぐらいかな。友人がこれもバースデープレゼントにくださったんですけど、これは私我が家ではねやっぱりヨーグルトを作るぐらいしか使ったことがないんですね。せっかくならちょっと違うものも作ってみたいなと思って、今回はねカッテージチーズにチャレンジしてみたいと思います。カッテージチーズって案外スーパーとかで買うとしますよね。それがなんと牛乳とレモン汁だけでできちゃうの。しかもたった1時間で。これかなり、美味しくできたらいいなと思って、ちょっとチャレンジしてみようかなと思って、今回はこれをお試しに選んでみました。とっても簡単なのよ。このケースにねちゃんとね、ほらメモリがねついてんの。メモリがね、このメモリに合わせて200牛乳を入れていきます。ほんとそんな簡単にできるのって感じだけど、ほっといてできるんだったらとっても楽よね。はい、200入りました。で、あとはここにレモン汁を入れていきます。レモン汁ね 15cc だから大さじ1杯大さじ1杯入れます。よーく、あとは混ぜるだけです。本当にできるのかな、ちょっとドキドキ。はい、 OK。 これを発酵させるだけです。こういう風にセットして、あとは温度を65度、65度まで上げて、はい、時間も1時間にセットをして、これで OK スタートです。さあ、ということで1時間が経ちました。ちょっと見ていきましょうか。中がこんな感じで出来上がってます。おいい感じかも。見て見て、ちょっと固まってる感じしますね。これをねこして、そしてあとは冷蔵庫で冷やしたら完成なんです。簡単、本当に1時間だけだもんね。ちょっとこしてみたいと思います。あとはこうやってぐーっと絞っていきます。かなりね頑張って絞りました。こんな感じになりました。これをちょっとこそぎ取る、ちょっとこうスプーンでかき出してみたいと思います。完成品がこちらです。はい、ちょっとね黒い方がいいかなと思って、器こんなのに入れてみました。これだけって感じでしょ。これだけです。ちょっとお味だけ見てみましょうか。お味はね、ちゃんとカッテージチーズ、まあレモンしか入れてないしね、クリーミーです。多分ねお店で売ってるのはもっと絞ってるんだと思う。これ絞るの結構大変で、あそこに行くまでにね結構時間かかりました。まあ自宅でも簡単にカッテージチーズは作れます。まあいいね絞り器があったらなおよしって感じですかね。でも混ざり物もないし、これをサラダにのっけて今日はいただきたいと思います。ということで今回はお試しリポートでしたが、いかがでしたでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。まだチャンネル登録されていないという方、チャンネル登録もお願いいたします。 LR メンバーみんな頑張っております。リクエストもまだまだぜひ何かあったらお待ちしてますので、よろしくお願いいたします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。